おざす、ティッシスンです。さて、こちらの BF2042 始まりました。エクソダスコンクエスト、ね、BC2、BF3、まあ、それぞれの、ね、マップから2種類ずつ外見マップが選ばれて、そして BF2042 の兵器とスペシャリストでコンクエストが可能と言われている、そう、あのエクソダスコンクエスト、はい、まあ、今日開幕ということで、まあ、本当は昨日からだったらしいけど、やっていこう。いや、もう2042のクソマップ群から解放されて、もう俺はもう有頂天ですよ。もうご飯3杯いける、これだけで。ええ、まあ、惜しむ楽はなんか期間限定らしいこのエクソダスコンクエスト、ダイスさん、そんな期間限定とは言わずに、はい、もっともっとロッカーとかザボットとか、ね、BF1 のアミアンとか、あと何があるっけ、あの森とか入れてくれてもいいんやで。もう BF5 も入れよう、デバステとか。はい、というわけで、そんなこんなね、期待が膨らむエクソダスコンクエストをやっていきましょう。こちらね、BC2 のアルカだったかな、アリカだったかな、まあそういうマップなんですけど、とりあえず BC2 のマップです。で、もともとポータルにあったんだけど、いるね、やばい。まあとりあえず、こんな賑わってるのを見るのは初めておっと、まあ、大体ね、ポータルでやってもその10人ぐらいプレイヤーで、まあつつましくやってるみたいな、うん、印象が強かったマップなんだけど、まあちゃんとね、2042本編に加入 したということで、まあ今こんなに賑わってます。はい、というわけでやっていきたい。で、こっちいるね。いや、これよ、この稜線よ、稜線、まあ斜線の切り方がね、柔軟にできるマップ構成よ。うん、もう2042のその凄まじいマップにはね、ない要素。はい、というわけで、まあなんとかしていこう。まあとりあえず上級な、え、やけ、こんな反動でかかったっけすげえ跳ねるな。まあまあいいでしょう。はい、まあとりあえず頑張っていきましょう。で、まあ普通にアルファ前が前線ですな。もう行きますよ、もうガンガン行きますよ。うん、ほんと車線切りやすいから、あの過去マップは。はい、で手間いるね。 OK で、一旦リロードして、このコンテナ周辺まだいるでしょ。なんか食らったな、えらい。すげえ食らったな。これ何から食らったん、どれ、あれか、あ、これ AI じゃね、なんかすげえ。AI だね。まあいいや。これいるでしょ。さあ、圧倒的強墓地から撃っていくが。OK、3人やって。で、奥にまだまだいるね。なんかのっぺり撃ってるの撃っていこうか。OK、ナイス、接触。で、リロードして。で、誰か知らんが弾も置いてくれてある。待て、そっちは行かないで。ちょっと危険だけど、体出して、うん、やりに行こう。いや、ここね、その両端抜けられて、そのちょっと奥目の方行かれたら、逆に今、俺がね、いるポジ、弱ポジになるんで、はい。で、一人、なんか右側に抜けてったから、慌てて、ちょっと迂回したんだけど、なんか、やってくれたかな、さっき、切る足が出たけど、まあ、とりあえずよ。まあ、ちょっと状況が変わるだけで、強ポジが一瞬で弱ポジに切り替わる。逆もまたしかり。ね、このマップ構成、昔のダイスさんはすごかった。はい、というわけで、いや、すごかったというか、当たり前すぎて、俺たちが、いや、まあ、最低でも俺が気づかなかっただけなのか、そのありがたさに。まあいいでしょう。はい、なんか、もろもろとね、感銘を受ける感じになってますが。で、B1 がやばいんで、なんとかしに行きたいが、弾がない。で、1人抜けたね、これちょっと、ここ、若干ロングになってるんで、ロングになってるうちに、うん、詰めて倒して、OK。で、さあリロードして、リロードできてない。で、もう一回リロードして、はい。で、なんか左いる、あ、ちょっとなんか指がプルプルってして押しちゃったけど、ボタン。まあまあいいや、なんかここら辺いるっしょ、いて、OK、一人やって。さあ、あとは、なんか光ってるけど、これ、ああ、怪物。くそ、許さん、許さんぞ。あ、でも、ラオ君か。なんかアンテナ見えたから、ラオ君ならいいよ。ラオ君なら許す。はい、というわけで。次行きましょう。葉っぱ邪魔、葉っぱ邪魔、サンダンスさん抜けてった、なんかもう2人いるし、やっていくし。はい、というわけで、で、リロードして、ちょっと劣勢になってきたなまあこの B1 なんとか取れたらね、まあ、個人的には嬉しいんだけど、まあ頑張って入っていこう。で、ちょっと怖いね、 でもこれ大丈夫かそれ。ああ、一応入ってんのか、人事の中じゃ。建物入った方がいいと思うけどな。まあまあいいや。で、外周どっからでも湧いてくるぞ、多分。こっちかな。
あ、これはジャックポジ、うん、でもやっていく、ゴリ押し。エペックスなら死んでたわ。はい、というわけで、さあリロードして、で、あとはた、お弾が出ない、出て、はい、素晴らしい、来てる、いいタイミング、おお、沼ってる、沼ってるが、買っていきたい、 OK、 ナイス。で、さあリロードして、まあ、どっから湧いてくるかだな。で、ケツ味方いるけど、なんか足落とす。あ、サンダンスさん飛んできたか。くそー。マッケイとサンダンスはね、マジで、どこ行った、あー危ないんで。はい。おっと。いっぱいいた。あ、まあいいでしょう。OK、二人抜いて。でかい。で、奥にもう一人いるが、さすがに遠すぎるかな。まあ、一旦引いてリロード。さあ、拠点あともう一つぐらいと、あ、取りたいですね。で、さっき流れてったのどうなった、やったやったのであるか。死んでる、死んでない、めっちゃ隠れてたが、何度かやった。はい。で、一旦飛行か。なんかチャリやばくね、これ。チャリ抜けられて、なんかいるし、ちょっと待って。至るところにいるし。おお、ナイス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 。OK です。さあ、もうちょっと遠いか。遠いが、暗い俺のタップ打ち。よっしゃ、食らってくれた。ありがたい。さあ、リロードして。で、これどうしようかな。B3 の方向から攻めてきてると思うね。で、左前からちょっとなんか銃声があったんで、急いでポジ取って、なんとかやっていきたいが、さらに前にいる。OK。で、左にいる。なんか撃ってる、撃ってる、撃ってる。で、中にもいるんで、やって。いや、いいね、このわちゃわちゃ感。これですよ、俺が求めてたのは。で、クソエムして、ちょっともやっとするんで、追ってってやろうか。はい。あれしょっすよ。すごいクソエム。今世紀最大のクソエムだった。もうクソエムというクソエムが俺に宿ってた。こっちなんか赤点あったけどな。あれか。OK。で、右下かな。右下から不穏な足音。OK、ナイス。で、リロードして。で、あ、味方？はい。で、とりあえずよ。まあ、B1、B2 は取れてるんで。まあ、C か B3 どっち取るかだな。なんかケツ取られてるのなんかすげえモヤモヤするけど、まあ B3 近いし、行こうか。はい、というわけで。で、ただまあ C1 が取られてるってことは、そうだな、ケツ、ちょっと怖いけど、まあ、なんとかなるだろう。俺は味方を信じてる。うん、ようやくすれば、ちょっとめんどくさい行くの。はい、というわけで、やっていこう。で、B3 もアタックしていいか。そんないないね。2人だけ？あ、ごめん、1人か。で、ケツは大丈夫。で、このロングにも、いないな、湧いてない。ん、どこだ？下か。いや、手前に1人来てる。OK。で、さらに奥にはいない。ってことは、こっちかな。まあ、赤点はポチポチ。あ、蘇生した。OK、握りコース。はい。キロじゃないアシストやってる。ひどい。なんか、アシストバグの頻度上がってね。なんか気のせいかな。うん。まあ、消えることを願って、このバグが。で、なんか戦車来た。逃げよう。まあ、右いる、なんか、いるね。オッケー。で、2人やって。さあ。で、弾も拾って。どうすっかな、これ。ちょっと悩むね。B3 取ったっちゃ取ってるけど、まあ、なんかいるっぽいんだよね。赤点がね、ポチポチ見えてるんだよ。で、なんかしれっと突っ込んでった戦車。あれ、どこ行ったんだ。なんかよくわかんないね。まあまあ、なんか大丈夫でしょう。さあ、B1 ちょっと落ちてるね。まあ、なんとかして、まあ、防衛できれば、割と勝機は目の前。はい、というわけで、いらっしゃいませ。はい、で、奥にいるが、遮蔽物に阻まれる。まあ、撃てるって、待て。右側の壁破壊されたから、ちょっとご両親出ちゃったけど。うん、なんか爆弾が落ちてきてる。すごい。すごい、なんか爆撃されてるけど。壊れてる。壊れてないね。じゃ、なんか無理に突撃する必要性はなかったけど、まあまあまあいいでしょう。はい。BC2 のマップ硬いな。うん。で、まあまあ待てよ。ちょっと、よろしくはないが、ただ前線はできてるね。ちょっと距離感が出て若干怖いけど。距離感があるなら詰めればよろしい。はい、クソ M。OK。はい、というわけで。で、どうしようか。右、なんか一瞬走っていったの見えたけど。まあいいや。で、手前いるね。はい、いらっしゃいませ。おっと、スライディングやめてくれます。はい。で、来てるね。はい、OK。で、1人やって。で、弾ねえわ、これ。ちょっと。
一旦ガチで下がろう。危ない危ない、戦えれば、はい、で弾補給して、でリロードもして、まあおおむね整ったかな、整った。はい、左逃げてた、マッケーさん、はい、行ってらっしゃいませ。はい、でさあさっきと同じ状況、おお、なんで、え、あ、戦車かそれちょっと見てなかった。はい、で次、あと4チケか、ちょっとどうだ、勝つにはやや辛い状況か。でもすげえ接戦、すげえ GG、 いやー神ゲーだったわ。もう2042この方向でやってかん、そのエクソダスコンクエスト期間限定とは言わずに、もうエクソダスコンクエストに4の神マップとか5の神マップとか1の神マップとかもうぶっ込みまくって、でエクソダスだけ無料開放してそしたら人来るっしょ、さすがに。はい、というわけで、いやー神だった。はい、というわけでご視聴ありがとうございました。ではね、次回の動画の方でお会いしましょう。はい、ではバイバイ。